パワーテイクオフ、パワーテイクオフ、A、パワーテイクオフは、車両駆動用のエンジン動力を、作業機の駆動のために取り出す機構のこと、動力取り出しあるいは、単に PTO とも呼ばれる。幸運機、濃厚用トラクター、ダンプカー、消防車のようなポンプカーなどに使われ、用途に応じて、エンジン回転数に比例するものと、比例しないものとがある。 ただし空調用コンプレッサーやオルタネーターのようにベルト駆動のものは PTO とは呼ばない。実験的なパワーテイクオフ装置は1878年にはすでに試みられていたがインターナショナルハーベスターカンパニー以下アイ・チェシーは1918年に最初の PTO を装備したトラクターを製作した。1920年 IHC は自社の15から30馬力のトラクタに PTOO の装備をオプション設定し、ネブラスカトラクター試験所に送られた最初の PTO を装備したトラクタなった。最初の PTO 標準規格は1927年4月に米国農業工業会により採用された。PTOO の回転数は536プラスマイナス 10rpm として指定され、 回転方向はトラクタ後方から見て時計回りと定められ、後に回転数は 540rpm に改められた。1945年、カナダのオンタリオ州ブラントフォードの国シットファームエキプメント社はライブ PTO を装備したクシットモデル30を発表した。ライブ PTO はトラクタの走行とは独立して PTO の回転を制御することができた。 これは作業機を PTO によって駆動しながらでも低速で走行したり停車したりできる利点があった。近代的なトラクターではライブ PTO は押しボタンスイッチや切り替えスイッチで制御され作業車を PTO シャフトから遠ざけることによって安全性を高めている。農業用トラクターの PTO は寸法と回転数が標準化されている。PTO の ISO 規格は ISO500 で定められており、2004年の改定で ISO500 から1、一般使用、安全要求事項、防護カバーの寸法等、ISO500 から2、小型トラクタでの防護カバーの寸法等、ISO500 から3、主な PTO 寸法とスプラインの寸法、PTO 軸の位置関係等の3つに分割された。基本的な PTO 軸は、 毎分540回転で使用される。540回転で使用される PTO 軸は6本のスプラインを持ち軸の直径はインチである。また、より高負荷の機器を駆動するために1000回転で使用する2つの種類の PTO 軸がある。20本のスプラインを持つ直径1インチの太い PTO 軸と21本のスプラインを持つインチの PTO 軸である。 これら3種類の PTO 軸はいずれもトラクタ側から見て半時計方向に回転する。1948年のランドローバー等の初期の作業機は10本のスプラインを採用したものもあったが一般的な6本のスプラインに変換するアダプターが提供された。農業機械メーカーは通例としてトラクタの馬力を表す指標は PTO 軸から取り出せる出力を表示している。 エンジンの動力によって、ロータリーを回転させる。ところが、高運気をティラーとして用いる場合は、ロータリーは必要ではない。そのため、ロータリーへの動力伝達は、PTO 軸と呼ばれる軸を通して行われ、脱着可能になっている。また、PTO 軸に接続された作業機の動作を停止するためのクラッチがある。トランスミッション、または、 トランスファーに出力軸を設け、直接装置を駆動したり、油圧ポンプの駆動等に利用する。トランスミッション、またはトランスファーのギアをニュートラル、またはパーキングに入れ、車室内の PTO スイッチまたは PTO レバーを操作して、PTO 機器に動力が伝達される構造になっている。ダンプカーなどは、荷下ろし現場の状況によっては、多少の走行も可能であるが、 PTO を使用しない場合に比べて動力性能は低下する。PTO 軸とそれに接続される PTO シャフト、ユニバーサルジョイントは農業をはじめとする産業界に共通する危険要因である。米国安全性評議会によると1997年に米国でのトラクターによる死者のうち6%が PTO に関わる原因であった。 衣服のほんの小さな一辺でも、回転部に接触すると簡単に巻き込まれてしまう。衣服が巻き込まれることによって、手や足の切断、あるいは死亡事故に至る。2009年4月13日、元メジャーリーガーのマーク・フィドリッチは、自宅の農場で作業中、PTO による事故で死亡した。友人が彼を発見した時、彼は大型ダンプトラックの元で作業をしており、 彼は稼働中のトラックの PTO シャフトに衣服が巻き込まれた。と弁護士が声明を出している。いくつかの作業機は作業者が PTO シャフトに巻き込まれるのを防止するため樹脂製の防護カバーを備えているが PTO シャフトをトラクターやトラックに装着するときに注意する点がある。いくつかの国ではシャフトの防護カバーがない状態で使用するのが違法だからである。 防護カバーはベアリング、あるいはスリーブを介して、PTO シャフト全体を覆っており、チェーンによって固定され作業者が PTO シャフトに巻き込まれる事故を防止している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。